トレバージョン・ケイヒルは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、オーシャンサイド出身のプロ野球選手。宇藤右打ち。MLB のピッツバーグパイレーツ所属。オークランドアスレチックス時代2006年の MLB ドラフト2巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。2007年に、A 級、ケーンカウンティ・クーガーズで11勝4敗、防御率2.73を記録し、 球団参加の最優秀投手に選出された。2008年は、オールスターフューチャーズゲームに選出された。シーズン中の8月に開催された、北京オリンピックの野球アメリカ合衆国代表に、選出され、銅メダルを獲得。マイナーでは同年、A 級ストックトンポーツと AA 級ミッドランドロックハウンズの2球団合計で11勝5敗、防御率2.61を記録し、 球団参加の最優秀投手に選出された。2009年は先発ローテーション2番手として、メジャーで開幕を迎え、4月7日のロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャーデビュー。32試合に先発し、10勝13敗、防御率4.63でメジャー1年目を終えた。2010年はチーム最多の18勝、防御率はリーグ5位の2.97と大ブレイク。 オールスターにも初めて選ばれ、アスレチックスのエースに成長した。2011年は、開幕投手を任され、4月11日に2015年まで5年、総額3050万ドルで契約を延長した。2011年12月9日に、ライアン・クック、コリン・カウギル、ジャロッド・パーカーとのトレードで、クレイグ・ブレスローと共にアリゾナ・ダイヤモンド・バックスへ、移籍した。 2015年4月2日に、ジョシュエランダー後のトレードで、アトランタブレイブスへ移籍した。しかし15試合の登板で、防御率7.52を喫して6月11日に DF となり、19日に FA となった。2015年6月30日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。 8月14日に契約破棄条項を行使して FA となった。シカゴカブス時代2015年8月18日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。9月1日にメジャー契約となりアクティブロースター入りした。カブスではかつてのバッテリー相手であるミゲル・モンテロが在籍することもあり、投球内容が飛躍的に向上。11試合にリリーフ登板して、 防御率2.12、1勝0敗、ホイップ0.7717.0イニングで22、脱三振という、圧巻の成績をマークした。この遺跡後の高騰が効いて、通年では26試合の登板で、防御率5.40、1勝3敗、ホイップ1.39という成績にとどまった。 11月2日に FA となったが、12月14日にカブスと1年の再契約を結んだ。2016年11月3日に FA となった。2017年1月20日にサンディエゴ・パドレスと1年175万ドルで契約を結んだ。2017年7月24日にトラビス・ウッド、マット・ストラム、エステウリー・ルイーズ、キンセントのトレードでライアン・バクター、 ブランドン・マウラーと共にカンザスシティロイヤルズへ移籍した。オフの11月2日に FA となった。2018年3月19日にアスレチックスと1年150万ドルで契約を結んだ。同年は21試合登板で7勝4敗、防御率3.76を記録した。 2018年12月20日にエンゼルスと1年900万ドル出来高150万ドルで契約を結んだ。2019年オフの10月31日に FA となった。2020年2月11日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、26日に正式公示された。 8月12日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月28日に FA となった。2021年3月12日にピッツバーグパイレーツと150万ドルの単年契約を結んだ。オプションとして最大100万ドルの出来高が含まれる。平均球速91.9マイルパーアワーのツーシームが等級の約半分を占め。 ゴロを打たせる。他には、平均球速83.6マイルパーアワーの、チェンジアップ、さらにスライダー、ナックルカーブ、高速シンカーを投げる。また、カウントを整えるためにフォーシームも用いる。ナックルカーブは2014年から投げ始め、それ以来、脱三振率8.00以上を記録するようになるなど、三振能力が大幅に向上した。 しかし、それに合わせて、予支給率は4.00以上と悪化している。なお、ナックルカーブ以前は、ほぼ同級速の普通のカーブを投げていた。2017年からカッターを新たに球種に加えた。既存のスライダーと、ほぼ同級速だが、変化量と変化するタイミングが異なる。ありがとうございます。